札幌中央区の宮の森小学校の終業式。全校児童揃って式で校歌を歌うのは3年半ぶりのことです。加瀬敦久校長は水の事故に注意するよう呼びかけました。都市型水族館や新球場など注目スポットが続々と開業する中、迎える今年の夏休み。おじいちゃんおばあちゃん家の家に行ったり、お友達と海に行ったりするのが楽しみです。僕の夢は作曲家なので、作曲をしてみたいと思っています。来月21日の始業式で元気に再会しましょう。子どもたちの夏休みが始まります。